こんにちは。日本学術書道会の田村喜南です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は寛、さらに三世を30年です。一生懸命頑張っているつもりだろうけれど、まだまだ不十分だから、あと30年は修行に努めなければならないということで、修行者の未熟さを指摘して、さらなる奮起を促す言葉です。碧岩録等に見える言葉で、現在の禅林でもしばしば激励に用いられます。漢は、雲門文言によって示された考案で、数多くの考案の中でも容易に通れるものの一つである。今から寛、さらに三世を30年を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。